みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール劇団ポジションの竹澤でございます。今回は、続、初めてのアコギということで、初心者の方に向けたアコギの話をさせていただこうかなと思います。以前、僕がアップロードした初めてのアコギという動画があるんですけれども、確か3本か4本くらいやっている動画があるんですけれども、この動画を見終わった方に向けた動画という感じでしょうか。あの動画を全部見て練習して、さあ、これからどうしたらいいんだいみたいな感じになった場合に、迷ってしまった場合に参考にしていただきたい動画ということでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。今回も3本くらいに分けようかなと思っているんですけれども、1本目のこの動画では、楽譜を集めるということについてお話をさせていただきます。2本目の動画については、もうちょっと実践的に、ストロークの種類という話をさせていただこうかなと。で、3つ目はもうちょっとテクニック的な感じで、シンコペーションというものについてお話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、1本目のこの動画では、楽譜を集めるという話をさせていただこうかなと思います。その言葉通り、もうたくさん楽譜を集めてください。できる限りの楽譜を集めてください。もう自分のお小遣いが許す範囲で、もう楽譜を集め終わってください。書店に行くのも OK ですし、楽器屋さんに行くのもいいですし、あと、ちょっとこう僕がお勧めしたいのは、古本屋さんです。例えば、ブックセンター伊藤とか、なんかこう、ブックオフみたいな、なんかそういったところ。そういうところに行くと、やっぱりこう、ね、本が安く売ってたりとかするので、そういったところで、ね、この目についたものからバババババッと、たくさん楽譜を買うというのがとりあえずお勧めでございます。で、またもう一つのお勧めが、こういう分厚い弾き語り本を買うということです。これは、まあ、オールヒットソング2016年版みたいな感じで、まあ、最近のヒットソングから、結構昔の曲、例えばフォークソングとか、ニューミュージックとか、グループサウンズとか、オールディーズとか、なんかこういったものもいろいろ入っているんですけれども、こういった楽譜もすごくおすすめです。1冊買うと、もうこの中に200曲、300曲がバーンって入っているので、すごく便利だったりとかします。また、特定のアーティストさん、例えばゆずとか、コブクロとか、ミスチルとか、サザンとか、尾崎豊とか、そういったアーティストさんに関しては、弾き語り大全集みたいな楽譜が出てたりとかするんですよ。そういうものも1冊ボンと買うと、本当100曲、200曲でいきなり楽譜が揃うことになるので、とてもおすすめです。こんな感じで、できる限りたくさんの楽譜を揃えるということがまず1つでございます。古本屋さんとか回って、もういろんな楽譜を集めてきてくださいませ。バンドスコアとか、なんかこう、1曲、2曲入っているバンドピースとかでも別にいいんですけれども、1曲、2曲入っているバンドピースだと結構割高ですし、バンドスコアだとやっぱり10曲ぐらいしか入ってなかったりとかするので、できればこういう分厚い弾き語り本の方がおすすめだなという感じです。ちょっとこういうのを用意してください。で、こういうのを用意したらどうしたらいいかと言いますと、もう片っ端から、もうチャレンジをしてみてほしいんです。片っ端からです、片っ端から。前の初めてのアコギの動画でも言ったかもしれませんけれども、キーが G の曲を探して弾いていきましょう。楽譜によって、親切に出だしの部分にキーイコール G と書いてくれている楽譜もあります。もしくは、五線譜がついている楽譜だったらば、このシャープという記号、これが1個ついているものがキー G でございます。自分が弾きたくて、キーが G のものをこの楽譜の中から片っ端から探すわけです。弾きたい曲、もしくは知っている曲とかでも構いません。もうできるだけそのキーが G の曲を抜粋していきましょう。で、もう一つおすすめのキーとしては、キーが C のものですね。もし五線譜が書いてある楽譜だったらば、シャープとかフラットが1個もついていないもの。これがキーが C のものという感じです。G が一番おすすめで、その次が C って感じですかね、おすすめ度としては。で、その次のおすすめ度としては、まあ、D とかでしょうか。D に関しては、シャープが2つのものという感じです。まあ、こんな感じで、G か C か D かの曲をチョイスしていってみましょうか。まあ、最初はギター弾かずに、このバババッと楽譜を見ていって、なんか該当するものがあったら、このページの端っこを折っておいて、で、またこうバラバラと見てて、で、またそのページの端っこを折っておいてという感じで、そのピックアップをしていくわけですね。練習材料を探すといいますか、ピックアップをしていくわけです。で、そんな感じで練習材料がいろいろこう揃ってきましたとなったとします。で、その次に何をしたいかというと、まあ、やっぱり実際にギターを持って弾いてみるわけでございます。で、やっぱりこの、なんていうんですかね、
ギターを始めたばっかの段階って、知ってるコードもすごい少ないし、なんか見ただけでなんじゃこれっていうコードがたくさんあると思うんですよ。そんなときは、どんどん省略をしていきましょう。例えば、Cm9th という曲が、コードが曲の中で出てきたとします。この場合、もうなんだこれって感じですよね。こういうときはもう普通にこの Q はもう除外して、Cm と考えてしまいましょう。他にもその E7th sus4 とかあったりとかします。なんだこりゃすげえ長いぞ E7th sus4 ですって、はぁ、なんじゃこりゃってなると思うんですけれども、もうこういうわけわかんない数字は全部省きましょう。そんなことしていいのって思うかもしれないんですけども、いいんです。もういいんですよ、こんなんで。他にも例えばその AAdd9 とかあったとしましょう。Add9 ってなんやねんってなるかと思うんですけども、こういうのも省きましょう。別にいいです。Add9 とか気にしなくてもいいです。で、唯一無視できないものが一つありまして、それは何かというと、この小文字の M です。この小文字の M だけは無視できない。例えば、その Cm7th とかあったりとかするじゃないですか。このときに、この7th の音、この7の音は別に省略しても構わないんですけれども、この小文字の m も省略してしまうと、コードの役割が変わってきてしまうので、この小文字の m だけは省略しないで弾いてください。ほかにも、もうちょっと細かく言うと、flat5 っていうものもあって、どうしようかな。ちょっとこれは余談です。あんまり出てこないんで、なんとなく片隅に置いておいてください。例えば、Am7th flat5 なんていう、コードがあったりとかするんですけれども、この小文字の M は無視できません。でも、セブンスは無視して OK です。で、このフラット5っていうのも、ちょっとできれば無視したくないかななんて感じなんですけれども、もしこういう楽譜が出てきちゃったら、ちょっとこれは諦めて覚えてください。フラット5は覚えてください。で、小文字の M は省略しちゃダメと。この後ろに、なんかこう、サスなんたらとか、なんかアドなんたらとか、なんかこう、ね、いろいろ出てくると思うんですけど、なんかこう、13th とか、9th とか、7th とか、いろいろ出てくるかもしれません。もうこういうの全部すっ飛ばしましょう。で、小文字の M は無視できませんが、大文字の M7th、これは無視できます。これも全部省いていきましょう。こんな知らねえつって、こんな関係ねえ。そんな感じで見ていくと、結構たくさんの楽譜がすげえ簡単になってくるかと思います。もちろん当たり前ですけれども、そのシャープとかフラットは、これは無視できないですよ。これはちゃんと守りましょう。Bb7th とかあった場合、この7thは省いてもいいんですけれども、この Bb はもともとの音程のことなので、これは省略できません。で、小文字の M は絶対に省略しちゃダメ。ダメという感じでございます。で、こんな感じで見ていくと、いろんな、ね、弾ける曲が出てくると思うんですが、その中で、ちょっと余裕が出てきたら覚えればいいんです。例えば、なんかこういろんな曲にチャレンジしていくじゃないですか。で、そうするとこの、ね、3曲目ぐらいにその、ね、全部自分が知っているコード、もうこんな感じで省略していけば、全部自分が知っているコードだけでなんとかなる曲が出てきたりとかするわけですよ。そういうときに、ちょっと余裕があるから、じゃあちょっとセブンス覚えてみようかなと。楽譜の中では Gm7th、A7th、Bm7th みたいな感じになっているけれども、今まではここのところを全部こうバーッと省略して、G、A、Bm みたいな感じでやってたけれども、ちょっと余裕が出てきたから Gm7th というコードもちょっと覚えてみようかなと。で、これを覚えられたら、その A7th というコードもちょっと覚えようかなと。で、Bm7th というコードもちょっと覚えてみようかなみたいな感じで、どんどんこう自分ができる範囲で覚える。という感じですかね。自分ができる範囲で弾けるコードを増やしていくという感じです。で、こういう本はとても便利なもので、この、ね、巻末に必ずこういうギターコード表みたいなのがついてたりとかするので、余裕があったら、こういうのを見ながら、自分が弾けるコードをどんどん増やしていくという感じです。そうすると、だんだん自分が弾けるコードが増えてきて、7thとか9thとか、なんか sus4 とか、add9とかもちゃんと対応できるようになってきて、どんどん弾けるコードが増えていくというような理屈でございます。それまではすごい大変なんで、もう本当にもうこんな感じでバッと省いていて全然大丈夫です。そんな感じ。どうでしたでしょうか。なんとなくわかりましたでしょうか。とりあえずもうできる限りたくさんの楽譜を集めることです。で、そのできる限りたくさんの楽譜を集めたら、自分が知っていて、もしくは自分が好きで弾いてみたくて、そしてキーが G、もしくは C、もしくは D の曲をチョイスしていくと。
五線譜の場合だったら、シャープが1個ついているか、それともシャープがついていないか、それともシャープが2つついているかの差でございます。ちょっとパワーッと楽譜を見ればどういうことがわかるかと思うんですけども、そういうこと。で、このキーの選定をしたら、もうギターを持って片っ端からチャレンジしていくと。で、チャレンジをしていくときにいろんなコードネームが出てくると思うんですけれども、小文字の M とフラット5。この2つだけは無視できないんですけれども、その他は全部省いちゃって OK という感じでございます。もし、本当はよろしくないんですけれども、なんかこう、オーギュメントとか、なんか G、ディミニッシュとか出てきちゃったならば、これはまあ少し諦めて、諦めてというか、とりあえずこのまま、本当はよくないんですけど、この辺も省いちゃっていきましょう。で、ごめんなさい、あと1つだけ。言うの忘れてた。楽譜をいろいろ見ていくと、オンコードというものが出てきます。オンコード。楽譜によって書き方が違うんですけれども、G on A とこう書いてある場合もあれば、G on A と書いてある場合もあり、G on A と書いてある場合もあり。これ、書き方が違うけども、全部同じ意味です。こういうコードが出てきた場合は、基本的にこの左側、もしくは上、これ。こっちのコードを弾いておけば、大体 OK です。大体 OK です。大体左側のコードを弾いておけば OK という感じです。ちょっとこの G on A、無視してください。もうこれいらねえみたいな感じで、左側のコードを弾いておけば OK です。ただ、10回中2回くらいの確率で、右側が正解のときがあるんですよ。この辺はちょっと自分の耳で判断してみてください。基本的に左側のコードを弾いておけば OK なんですけれども、まあ、20% ぐらいの確率で右側が正解のときがあり、10% ぐらいの確率でどっちも不正解の確率がございます。ちょっとその辺は難しいところなんですが、自分の耳で判断をして、左で OK だったらそれで OK、右で OK だったらそれで OK、どっちもこれ合ってねえぞってなったら、ちょっと諦めて、この G on A というコードを調べて、丸覚えしてくださいませ。そんな感じでございます。オンコードに関してもこんな感じで省略をして OK ということでございました。それでは次の動画で、ストロークの種類という話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。